チーム名が、ゴーゴーヘブンです。数字で55と書いて英語の、HEAVEN でゴーゴーヘブンです。あ、自分は加藤豪です。神奈川県の、平塚の相模川で練習してます。年配の方がちょっと多いんですけど、それでも和気あいあいやってるので、楽しいチームだと思います。今シーズンやっぱりみんな上位、狙ってますので、みんなで表彰台乗れるように頑張りたいと思います。最後僕も ASK、JJSBA と JJSA と、指導しているので、できれば、表彰台狙って頑張りたいと思います。ビリーブです。チームビリーブです。チームビリーブです。僕谷脇と言います。はい。あ、リナです。活動拠点は大阪は泉南市買いかけプライベートビーチ、ここがもう基本です。まあ俗に言うアットホームを目指してます。特にしがらみもなく喧嘩もなく、それをモットーにやってますんで、とにかく楽しくあとライダーだけじゃなくてこういう手助けしてくれる女性陣を、うん、やっぱり重視して考えてるんで、そういうようなチームです。目標、まあとりあえずみんなが怪我なくやれればいいかな。ただ楽しく、それがもう、第一の目標です。一言、こういうようなチームでやってるんで、また興味ある方買いかけっていう仙台のビーチに来ていただければ、アットホームな対応でやっていけるんで、皆さんも楽しんでください。何か今年のレース出れるように頑張ります。レースを出れるように頑張るそうですはい、CRS のフリアです。東京なんですけどもね、まあだいたい練習とかするゲレンデは群馬県の方の利根川へ行くんですけども、あとまあ海は逆に日本海まで行って海って乗ってますけどもね、チームとしてはもうかなり古いです。この SF が始まった頃からやってますんで、もともとがアットホームなっていうところなんですけども、そのね、レースですからやっぱり勝ち負けがありますからね。だからまあ私が若いもんに言うのは、怪我をするんじゃないとね、そこが一番大事なんで、勝負事ですから本当なら突っ込まなきゃいけないんだけど、危険を感じたら引けと、怪我をしないレースを、楽しいレースをやるということをよく言って、まあ、自分自身もそうですね。やっぱりレースですから勝ち負け、本当に何度も言いますけど勝ち負けが大事ですけど、やっぱり楽しい、終わってから楽しい、負けても楽しかった、勝ってももちろん楽しい、そういうレースを目指してます。今年はですね、ちょっと後ろ向いちゃいましょうか。去年総合優勝をいただいちゃったんで、1番つけてます。だから追われる立場になってしまったんでね、ちょっとテンション上げて頑張りたいかなと思ってます。あと他のライダーの連中はまあそこそこ成績は上がってますけども、まあそんな私が口酸っぱくしてね、危ないレースというか怪我をしないレースをって言ってるんで、まあ年齢も年齢ですからね、ほとんどが40代で、はい、だからまあ楽しくね、まあレースもそうですけどアフターですね、夜もみんなでワイワイと飲みながら楽しいレースをやってます。以上です。はい、ドゥースピードファクトリーレーシングのストーです。戸所です。清水です。走り山岸です。普段は群馬県の利根大関っていう利根川のところで練習してます。
非常に伝統のあるチームで、コンスタルチャンピオンを13年連続で取っている日本一のチームです。今年はプロのアンダーバートクラスで、まあ、シングルゼッケンが取れるようにチームに頑張ってもらいたいと思います。あと新しいスパーククラスっていうのができたんですけども、BRP さんが、賞金を出しているレースなんでここで頑張りたいと思います。じゃあ今年も取るぞ。でね、ホエーレーシング田中です。まあ、神奈川の湘南で午後ヘブンでやっております。物静かなチームですはい、その他に基本他のチームのライダーさんたちがいっぱいいるところでやってるので、まあ、その人たちの中にちょっと入れてもらってる形です。今年の目標、できれば表彰台に立ちたいなと思っております。はい。締めの頑張っていきたいです。以上。ホットウェーブです、横浜の平塚を拠点としてやってるチームです、でも、お店は岩手県盛岡市にあるホットウェーブです、チームインは、現在何名？現在3名です、盛岡の村松和志、あと大畑雄一です。あと僕、芳賀武史です、目的は、チームみんな同じ AX2 なんで、個人個人としてここで頑張って、いい成績を収めることです。頑張るぞ頑張るぞはい、チーム J-BOX の国分翔太郎です。活動拠点は猪苗代湖で、父がショップをやっていて、そのショップのチームで一応僕が一番上のクラスで今走ってます。どんなチーム、なんだろう、結構うちのショップの手伝いとかも普段してくれるメンバーでみんなで集まってやってるので、結構仲はいい。そうですね、今のところ去年の成績は僕が、まあ、一番目立つ成績ではあるんですけど、僕だけじゃなくてみんなで毎回上位に入れるようにこれから頑張っていきたいと思ってます。はい、とにかく僕が頑張ってみんなを引っ張っていけるように、みんなで盛り上がっていけるようにチームで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ジェットワイルドレーシング、島澤正弘です。活動拠点は主に茨城県の日立市を拠点としております。チーム名は少ないんですけど、まあみんなチームに和気あいあいと、小さいながらも頑張ってます。そうですね、まあ去年よりも一つでも二つでも、上位に上がれるように頑張ってます。今日は、優勝を目指して、決勝なんでなんとか頑張りたいと思います。以上です。チーム名は JSP 広北です。で、次は名前、橋本雄一です。
活動拠点は、湘南平塚の、川で、近くのチーム員と、練習してます。そうですね、今うちのチーム員は、育児休暇とか産休でチーム員はだいぶ休んでますが、そうですね、今現在活動しているのは私一人で、それで、まあ、国内の、まあ、レースをツアーを回っている感じでやってます。はい、今年の、チームの目標はですね、そうですね、まあ、前線エントリーしたいなみたいな、それで、それで頑張っていきたいと、はい、そうですね、締めの言葉はですね、そうですね、まあ、締めの言葉は締めの言葉、まあ、これからですね、まあ、楽しく、そして、まあ、やっていければいいかなと思います。